こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、そうですね、奇跡というタイトルの動画だったんですけども、まあ、自分のためでもあるし、身近な、ね、人のためなのかもしれません。人それぞれ何のためにやるのかっていうのは分かれてくるし、まあ、どれが、ね、正解とは言えないと思いますが、少なくともですね、家族のためにやるっていうんだったら、それこそ打ち死にする覚悟はいると思うんですよ。それがちょっと疲れたとか眠たいとかね、自分の能力の限界を超えてるからできなかったっていうことが、果たして家族を守るためとかになるのかなと思ったら、家族守れないじゃないか、何のためやんって思うわけなんですよね。で、いや、そこまで大事に思ってなかったんでしょっていう結論になるわけなんですよ。で、自分のためにやる人、もうこれもですね、じゃあ自分の目標とする人生を達成するためにあらゆるものをね、ぶち込んでいかないといけない。それこそ、バカ一徹でやらないといけないのに、適度にですね、平均化された常識に合わせていこうとしたりとか、普通そこまでできないですよみたいな感じで普通をね、たまに持ち込んでくるんですよ。いや、成功するってことは普通を脱出するってことなんで、普通じゃいちゃダメなんですよ。普通じゃないんですよ、成功することって。みんな普通に成功してないじゃないですか。極端に何か物を捧げたりとか、時間を捧げたりとか、お金を費やしたりとか、自分の能力の限界を一点集中突破するから、奇跡が起きて、それが達成されるわけなんですよね。極端な話言うと、目標とか夢を達成できない人っていうのは、はっきり言って軽んじてるんですよ、自分の目標や夢や人生を。私はだからね、最近山本太郎さんの動画とかね、N コの立花隆さんとか見るんですけども、一人から始めても数万人単位をやっぱり動員するっていうか、動かすことができますし、まあ、ともすればね、国を相手に喧嘩もできるわけなんですよ。で、私たちが戦う相手っていうのはそんなに多くはないし、そんなに困難な問題はないはずなんですよね。まあ、せいぜい自分が不自由なく暮らしていければいいなっていうことだと思うんですよ。これそんな奇跡的なことなのかなと思っちゃいますよね。まあ、言ってみれば当たり前にやらなければならないレベルのことだと私は思うんですよ。で、なんでそれがね、当たり前じゃなくて大変なのかっていうと、自分が力をつけない、なんとなく人任せできなくてもいいやっていうところに帰結していくからだと思うんですよね。で、今一度ね、自分の足元を見て、それは誰の課題なんだろうかと、自分の問題じゃないのかと、まあ、自分にはもう無理だよっていうふうにして、誰かにその問題を押し付けたりとかね、自分が能力がないふりをして、能力ではなくて意欲がないくせにそれは能力のないふりにするとか、向いてる向いてないっていう言葉にね、押し込めていって、結局自分のやらなさ、だらしなさを正当化していくのか、まあ、こういうことになってくると思うんですよね。やっぱ私もね、もう47ですよ。今から始めることって相当困難ですよ。もうですんでね、言いたいんですけども、まだね、47になってない人はどんなことでも挑戦できると思います。私が今ね、40歳だったら、やっぱりやりたいことってやっぱ今だったらあるんですよね。30だったら30歳からやりたいことある。でも、やっぱね、もう手遅れなことが結構あるんですよ、この年になると。手遅れなことがあるんだけども、だからといってやらないという選択は取らないですね。手遅れなことをどうやったらできるようになるかなっていうふうに考えていきます。まあ、ですので、ビジネスでなんか一発当てるっていうのは、まあもうね、時間がないんで旬は過ぎてるんですけども、インターネットっていう力を使ったら結構ね、50でも60でもうまくいくなっていうところが見えてるんで、まあ今もね、この活動を続けてるってことですよね。それこそが私たちの起こせる奇跡へのウィニングロードではないかなと思うんですよね。以上です。